心臓は信仰の対象となる神をかたどった彫像、画像、多くの宗教において見られる。仏教の仏像やキリスト教の遺恨もこれにあたる。特に神道において信仰の対象となる彫像、画像、仏像に対地する語である。本校で記述する。心臓は日本の神道における神をかたどった像。神道では古くは鏡、玉、剣が、 神のより台として数形されてきたが、仏教が広まると、仏像の影響により、心臓が制作されるようになった。ただし、仏像とは異なる特徴を持つに至る。また、一部に、道教由来の神の像も見られる。心臓は、木彫の座像が多く、男心臓の髪型は水らまたは冠を被った、遺憾装束が多く、女神像は十二単を着用しているものもある。 神社に安置される心臓は、ご神体とされて一般に公開されることは、あまりなく、寺院における仏像とは、対照的である。資料上の所見は、多度神宮寺が乱園義資財長である。多度神宮寺が乱園義資財長によると、天平法寺七年に神託により、万願が作ったとある。現存最古のものは、奈良、薬師寺の陳樹、旧岡八万宮の心臓、あるいは、京都、 松尾大社の心臓と言われている。いずれも、平安時代前期の旧世紀のものである。玉依姫命像、赤名八幡宮、沖縄たらし姫像。ありがとうございます。